今日も、名鉄をご利用いただき、ありがとうございます。この電車は、快速特急、豊橋行きです。前より、1号車2号車は特別車で、特別車をご利用になるには、乗車券のほか特別車両券入チケットが、必要です。停車駅は、笠松、新木曽川、一宮、甲宮、名古屋、金山、神宮前、自由、東岡崎、終点豊橋の順に、止まってまいります。主な駅の到着時刻をご案内します。一宮に14時30分、名古屋に14時50分、金山に15時ちょうど、神宮前に15時10分、自由に15時20分、東岡崎に15時40分、豊橋に16時20分です。お客様にお願いします。携帯電話のご使用は、デッキでお願いします。また、駅や車内で、不審なものに気づかれましたら、触らずに、乗務員または、駅係員までお知らせください。担当乗務員は、運転士、キーボードクラッシャー、車掌やキーモです。終点豊橋までご案内します。次は、新木曽川、新木曽川です。ご乗車、ありがとうございました。まもなく、名古屋です。地下鉄線、近鉄線、JR 線、JR 新幹線、青波線はお乗り換えです。お出口は、右側です。お忘れ物、落とし物のないようにご注意ください。特別車のドアは、内側に折りたたんで開きます。ドアからは、手を離してお待ちください。